大和ハウス工業の石塚、モラ鈴木です。本日は、このような場で発表させていただきまして、誠に光栄に思っております。どうぞよろしくお願いします。早速ですが、プレゼンの方を、始めさせていただきたいと思います。まずは、動画の方を、ご覧ください。それでは、内容の方をご説明させていただきます。以前カンボジアに行った時の話です。アンコールワットの一つであるタプローム遺跡に行き、非常に感銘を受けました。遺跡はもちろん素晴らしかったのですが、それ以上に樹木の力強さに魅了されました。建物を飲み込んでしまうほど力強い生命力、自然の力を思い知らされたと同時に、建物と樹木の共存の仕方に新鮮さを感じました。互いに支え合い、どちらもなくてはならないような共存する風景。突然雨が降り注ぎ、乾いた白い遺跡が黒く艶やかな色の姿を変え、時間とともに様々な表情を見せました。雨の音や風のそよぎ、土の湿り気、森の匂い、雨によって五感が刺激され、さまざまな気づきをもらいました。我々は巨大な建物を暴力的に作るのではなく、樹木を伐採せずに森の中の隙間に建物を作ることにしました。樹木と樹木の間を縫うように細く、そして長く、ぐるぐると一巡することのできるリング状の建物を計画します。森の中に散りばめられた6つの室内空間を細長い廊下の空間でつなげ、外部空間のテラスでそれらを連続しています。黄色がカフェや閲覧スペースなど6つの室内空間、そして水色がそれらをつなぐ図書スペース、ピンク色が屋外コミュニティホールで、透明な部分がテラスになっています。図書スペースは森の中を浮遊するような細長い廊下状の空間を地上面から立ち上げて配置し、まるで空中を散策しているような体験ができます。この廊下の両側に本棚を設け、本の密度や樹木のグラデーションによってさまざまな木漏れ日を感じることができます。室内空間ではそれぞれがお気に入りの場所を見つけ、読書をしたりコミュニケーションを取ることができます。カフェテラスでは心地よい風を感じながらのんびりと時間を過ごすこともできます。コミュニティホールは屋外空間に設け、時には雨に打たれることがあっても、タプローム遺跡で感じたようにそれさえも楽しみながら森の作る空間を活用します。樹木の葉っぱが大らかな自然の屋根を作り、みんなが集まる場所を作ります。木製のデッキを地形の斜面に沿うように階段状にしつらえ、客席や舞台として利用します。デッキは樹木の周りに穴を開けて仕上げ、
木々の伐採をしなくてもいいように心がけております。図書館の下を立体的に人々が行き来することができ森と連続していきます。既存の森に対し最小限の負荷で最大限の効果が出るような施設を目指しました。この建物を作ることで新しい視点でキリロームの森を再発見し自然からさまざまな気づきを得られると確信しております。ご清聴ありがとうございました。あのガラスは曲がってるんですか？はい、あれはあのガラスじゃなくてですね、ポリカーボネートという素材を使って曲面に対応しようと思っております。先生、タイトルってありますか、この映像は。木漏れ日というふうに名付けております。理由はですね、本棚をですね、あの細長い廊下の空間につけておりますので、まずその本から木漏れ日が差し込むと、そして、樹木もですね、非常に細い空間から緑が差し込むので、そういったものが、木漏れ日を最大限生かすような空間になったらどうかなと。すみません、ついでにちょっともう一個伺いたいんですけど、あのプレゼン映像の方がすごくあの伝達力がある気がしたんですが、ああいう表現をあまりその作品の方に入れ込まなかったのはなぜなんでしょうか？言葉が ある動画と言葉がない動画でですね、少し見せ方を変えてます。今回のプレゼン動画はですね、言葉を乗けることを、イメージして作っておりますので、そこにその、説明的な要素というのを、プレゼンで表現しています。ありがとうございます。それでは時間になりましたので次に移りたいと思います。ありがとうございました。